皆さんおはようございます。金曜日のベストメディアです。この番組の MC をしている有慶太です。今日は6月5日ということで環境の日だそうです。1972年の12月に国連総会で制定されたそうです。ということで今日のベストメディアは省エネでいこうと思います。この番組は YouTube の再生リストという機能を使って毎週月曜日から金曜日の週5回朝8時に世界中の動画を紹介していきます。そして今日もベストな動画を全部で5本集めてみました。まず最初は梅雨の季節ということでピクサーアニメーションスタジオからアップロードされた傘に関するアニメーションです。2本目は重力をテーマにした動画なんですけど、見ているとだんだん重力の感覚がわからなくなってきます。3本目は最近ハリウッド映画の行方に使われているある効果音がちょっと使われすぎということで、さまざまな映画をまとめたものです。イヤホンなどで音を聞くとおすすめします。4本目の動画はレゴと FPS 一人称のシューティングゲームで組み合わせたアニメーションになっています。レゴと FPS ってちょっとあんまり想像がつかないんですけど、最後はとある男女の恋物語をたった一つの部屋で天井から見下ろす内容のショートフィルムです。作品は7分あるので時間があるときにゆっくり見てください。以上5本が今日のラインナップなんですけど、この番組を始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。再生リストを使っている状態になるので何もしなくても動画が自動的に切り替わっていきます。そしてこの再生リストの一番最後で今週から始まっている傘をテーマにした写真を紹介しようと思っていますので、またそちらでお会いしましょう。ということで皆さん準備はいいですか？それでは金曜日のベストメディアのスタートです。